トールカのコスモビトラル庭園の教造、松田栄治は日本生まれでメキシコで働いた植物学者である。長崎で生まれた。長崎中学から台湾総督布国語学校で学び、台湾で教師を務めた後、1922年にメキシコに移民し、チアパスのエスクイントラで農場を開いた。1932年にエスクイントラに松田植物研究所を開き、 メキシコ南部の植物生態調査を行った。1951年にメキシコ国立自治大学の客員教授に任じられ、1954年から1959年の間、インスティチュット・でインベスティガシオン・フォレストルの上級研究員となった。1955年から1965年まで3年の間、植物学部長を務めた。 1953年にメキシコ森林学会から名誉学位を送られた。メキシコの植物についての多くの研究論文を執筆し、多くの新種植物を記載し、1960年に東京大学から名誉博士号を受けた。1978年ブラジルでの植物学会に参加した後、リマで隠しした。1962年2月、 東京大学理学博士論文の題は、メキシコ国茶バス州南部のフロラの研究。万作家の俗名、松田屋やパイナップル科の種、エクメア松田屋やサボテン科の種、マンモレエリアマツダエなど多くの植物に、懸命されている。マツダは、植物の学名で命名者を示す場合に、松田栄治を示すのに使われる。博士論文書士データベースによる。ありがとうございます。